これは？これは獅子頭。獅子頭。これは例の取り記述。前やったよね。で前はでも実際にはやんなかったので。実際にやんなかったよね。どのぐらいの深さで歯を入れるとかね、知りたいんですよね。おそらくね、こういうふうに傷がこういう跡ね、そういうところをこれでやっても根が出ないと思う、ね、傷のあるところは、傷の巻いた跡ね、はい、それはその部分が枯れてるから枯れてるっていうより巻いた跡は木質がやっぱり枯れてるっていうかちょっとそんなに生きてないんだよね、はい、上から皮かぶってるだけで。大体 2,3 ミリとかそんなもんですか。そうですね。深さをこれが多分2,3 ミリの深さ。ちなみに何使ってるんですか。これはあのファイル。ファイル、上からしか出ない。上からしか根が出ないから、これは今下に入れてるのは、下に入れてるのは下もやっぱりほら水が乾いちゃうといけないからね。挟む感じ。ひるまさん元気でやってんね。ひるまさん元気でやってます。ね。ここでお湯を手にかけてました。お湯？お湯をなんか。どうしたの？盆栽倒しそうになって手に熱湯をかけて。あれあんだけ沸かしたのよく耐えてましたね。そう。大丈夫？大丈夫でした。結構たっぷりぎゅうぎゅうにこう入れてくるような。本当は少ない方がいいよね。見た目とかってことですか？根が短くて済むから。長い分根が伸びる可能性がある。そう。時期はこの時期にあるんですか。取り木この時期だよね。俺の持論だけどさ、よく6月なんかでやる人いるじゃん。そうですよね。そうするとね、葉のバランスがね崩れてね、葉っぱ振るってさ、はい、枯れちゃうこともあるんだよ。6月よりは2月とかにやった方が、俺はね、成功率が高いってことですか。それの方が楽にバランス崩さずにできる。なるほど。さっきあの高明山でも聞いたけど、やっぱ根が出て、その後葉が出てくるって言ってたから、だからこの時期にやっとけば先に根が出やすいとか、そういうことなのか。まあ植物の整理そうだもんね。で一応ハウスにそうまだ、まだ外には置けないよね。普通これやるんだったらやっぱり3月の、入ってからですよね。真似するなら3月にやった方がいいよと、一般的には6月って言われてますよね。だいたい梅雨の時期。あ、一般的に6月にやってさ、確かに葉っぱ振るわないこともあるんだけど、往々にして葉っぱ振ること結構あるんだよね。下と上のバランスがさ崩れるっていうかさ、葉っぱバラバラっていっちゃって樹勢が落ちちゃう、これが矢島流取り切り。そうですぜひお試しください。なんか注意点とかありますか、この方法で。溝にしっかりこれをね挟む、ノコギリの溝にしっかり挟む。いや
去年のさ、はい、春これ切りすぎて枯れちゃったことあったっけ。これでもね、こんな細いと怖いですね。去年やってた欅はこの方法でやってたんですか、うん、あれ、うん、で欅の粘り作るのとかって結構ね、いろいろ難しいけど、これだとこう、まあ、底根がないわけじゃないですか、うん、だから箱粘りも作りやすかったりするんですかね、普通の取り木より、うん、足んないところはね、欅は根が全部八方粘りで出るっていうことは絶対まず少ないわけよ。それで出なかったところは、私の場合はこういうことをすると、あのカルスがここ蓄積されて太くなるのね。太くなるから根をここに履かせることができる。根を履かせる、うん、根をもみじと同じようについちゃうの。根継ぎ、うん、通し継ぎでつく、うん、そうそうそう、穴開けてってことですか。そう、意外とこの元が太るんだよね、取り引っ掛けたりなんなりするとね、うん、ケヤキでやっぱこのサイズになったらいいですもんね、やっぱり、うん、さっき電話かかってきて、はい、九州の人に電話かかってきて、でケヤキをね、うん、欲しいんだって、で取り消したやつがいいですか、それとも取り消しないやつの方がいいですかって、うん、取り消したのが欲しいなって言われて、うん、俺は取り消しない方がいいっていうのをさ待ってたんだけどそうはいかなかった。この前も言ったと思うんだけど、はい、ここから下へ根っこが突き抜けて出ちゃうとさ、あまり良くないんですよ、あの根が長くなっちゃって、鉢の方まで根がいっちゃうことがそうそうそう、うん、あんま良くないと、うん、だから時々下へ行くのを切ってやるといいよね。この鉢とフィルムの間にこう入れるってことですね、うん、そう、うん、ハサミでもナイフでもね入れて切って、フィルムの上からしか出ない、うん、ですね根は、うん、それが壁にぶつかって下に伸びていくと、うん、こうやって出てこれにぶつかって下へこう伸びていくと、うん、さらにこの下へ行っちゃうと長すぎちゃうんで、うん、切ってやる。間違えて芯切っちゃったりしてそうだよね。でこのサイズ、ここだもんな、ここのサイズになるんだ、いいですね、このサイズになったら。これもやるんですか。これはあれだと自信がないので環状白皮で。長寿貝の取り木ってあんまり聞いたことない。しかも結構古い。結構古い。これは勇気いるな。枯れたらしょうがないじゃん。枯れたらしょうがない。いや、そういう気持ちでやんないとね、先進歩がないもんね。うん、まあでも、はい。いや、本当なんだよ。それじゃないと、いつまでも同じことをやっちゃうんだよ。なるほどね、うん、これ取り消すのに欲しくてさ、3年ぐらいかかったんだよそうなんですか。うん、売ってくれ、売ってくれって。その人は取り消すのを知ってたんですか。うん、うん、取り消するんだって言って、だけど、俺にはできねえやいや、できないですよ。勇気ですよね、どっちかっていうと、これ引き的にはね、今が一番いいんですよ。こっちの環状白皮の取り木の方が成功率高いんですか、うん、いや、そういうわけでもないんだけど、慣れなるほど、うん、こっちの方が慣れたよ。もう長寿貝の取り木自体が珍しいから、うん、あの方法がハマるかどうかがわからないとか、そういうそうそうそうことですよね。うん、もうなかなか真似できない。枯れたら拍手して拍手やっぱりいいなっつって高評価とチャンネル登録お願いします失敗したら枯れる方が多いんですか。枯れますよ、完璧に。巻いてこないんですか。ん、今削ってるところが巻いてこないね。そんなに強くない。長寿貝は、うん、ケヤキとかだとミスったらこう巻いてくる、うん、巻いてくるのもあるよね。あとこれ下は生きるんですか。下はね、芽が吹きゃ生きるよ。こういうのが この辺にポツポツ来たらね、生きるけど。来たらいいですね、うん、もったいないですよね。この辺にね、うん、でも出てほしい。本当だよね、継いだらどうなんやね。継いどくのもいいかもしれないですね。でも皮が硬いからね、おそらく無理だと思うよ。あのナイフ入れるとね、ポロって皮がね折れちゃうと思う、こんだけ古いと。去年ね、枝も切らないで肥料だけやってたの。
なんか日本でもこの頃あれだね、口なしが復活してきたね。そうですか、うん、これは普通にいいですよね、うん、特にほら実がなるやつ、はいはい、実がなるやつ、ね、結構売れますかじゃあ。うん、ポツポツ売れてる。それもその口はばったいけど上級者の人が買ってる、うん、一歳小の方が持ってるな。 あのね、根が細いね、これ出る時の根がね、はい、だからちょっとね、刺し毛とかつくからね、うん、つくな気がしますよ、うん、ですか。発根剤とかはつけないんですか。つけない。へえ、うん、ものによるとさ、上の方から根が発根した場合あるんだよね。それで俺失敗してるからつけない。上の方から根が出る、こういうところ。あ、別のところから、うん、上が出ちゃったらやっぱり下が反応しないみたいな、割れちゃう、幹が割れちゃうとかさ、そういう風な なっちゃうよ。水水に沿って発根してっちゃうから、発根剤がさ、強いのかな、何なのかな、よくわかんないけど、浸透して別のところから出てくるってことですか、うん、出てきちゃうの。そうすると木じゃなくなっちゃうんだよ。あらゆるところからほら根が出てきちゃって、失敗したことがあった。下手だったのかもしれないけど、それで下手だったってことはないと思うんですよ。いやいや、知らないところで数多く失敗してるから俺。でもね、それがあるからいろんなことができるんですよね。はい、それは言えると思います、うん。長寿梅の古いのって結構いっぱいあったんだよね。僕の友達も長寿梅取り消してさ、その当時はいい素材がさいっぱいあったの、それ取り消してね、100万円で売ったのいるよ。へえ、うん、それはすげえよくなってさ、今から何年前だ、20、30年前かな、20年ぐらい前かな、取り消するといい素材がねいっぱいあったの。取り消できるほどの長寿梅はあんまり見ないんじゃない。見ないよね、この頃は。昔はね、あの値上がりとかそういうんでね、あったの。そこはつけないんですか。そこはつけないです。へー、これは要は下の方がちょっと狭めに締めてる。こんだけ水苔使ってるとさ、そんなのやる必要ないし。なるほど、うん。長寿梅の取り木、みんなハウスですか。うん、風乾燥がまあダメなんですよね。まだ寒さがね、寒さも、うん、まだかなり寒い時あるもんね。そうですね、うん、次から次へと取り木祭り。これえ一寸法師。あ、一寸法師、うん、あ、そこにいる人が、はい、あの田中さんに売ったんだよね。へ、で田中さんはまた展示会に出した。あ、そうなんですか、うん、ここに有馬さんのところの、俺のところに昔あった、あったやつで、展示にね欲しいって言われて売ったんだって。なるほど、うん、いいっすよね、こうやってなんか色作ってね、うん、だから日なしもこうやって実がつけばね、はい、あの煮物の一つとして使える。なるほど。あ、ちなみに、はい、あの昼間さんとの動画撮ったじゃないですか、うんうんうん、あの後どうでした、お客さん来ました。五葉松もこういうのをね買いに来たよ。ああ、本当ですか、うん、欲しい人いっぱいいると思うんで、うん、じゃあもうあれがなくなった、あ、なんだっけ、あ、未生、うん、未生の、めちゃめちゃ量減ってる、うん、未生のこれ、ミネアズマ、ミネアズマ、あれがなくなった、なくなった。てかもうあれ全然 ないじゃないですか。いや、昼間さんが持ってったからだ。買ったからなくなったのか。そうだよ。こういうのポチポチ売れて、この辺。へえ、みんなあれ見て欲しくなったんですね、きっと、うん、でまだいいのありますね、結構、うん、昼間さんも喜びます。でもだいぶ減りましたよね、そうそう、数。僕もっとあれ見て買いに来たんだろうな。もう一個しか結局買ってない。そう。